ごめん、感情的になって。はあ気にすることはない。今のはお前の資質を試すため、あえて怒らせたのだからな。とにかく電話レンジはタイムマシンなんかじゃない。メールの送受信は人の手で作られたシステムなんだから、そのシステムの範囲内で現象を説明できるはず。助手の考えは分かった。そこまでタイムマシンを嫌っているとはな。お前の反応はアレルギーに近い。無理にラボ面に誘って迷惑をかけたな。もう二度と来なくていい。眠れなくても来ない。だがこれだけは伝えておく、クリスティーナよ。クリスティーナって言うな。ラボ面ナンバー004は永久欠番としておく。この番号はずっとお前のものだ。何カッコつけてんのよ。何をする。俺によるささやかな演出、後腐れのない別れのシーンを台無しにするとは。貴様それでも俺の助手か。だから助手じゃないと言ったろうが。それにこっちにはまだ話があんのよ。この前は聞けなかったけど、私が刺されたってあんた言ってたわよね。それについての説明を要請する。あれは俺が見た幻だ。なんであんたの夢に私が出てくるの。そんなことは知らん。それと夢ではなく幻だ。ドクター中鉢がどうとか言ってたけど、それはあの日ラジカンでドクター中鉢がタイムマシンの発表会をしていた。発表会は中止になった。人工衛星が落ちたから。そういうことになっているようだな。だが俺が見た幻では無事開催された。俺はそれをマユリと一緒に見に行ってお前に声をかけられたのだ。私はナンパなんてしない。ましてやあんたみたいなバカに声はかけない。だから幻だったと言っているだろう。いや、あるいは幻なのはこちらの世界なのかもな。だとしたら電話レンジかっこ仮の謎も解決だ。幻ならば物理法則を無視したことも起こり得る。現実逃避？意外とチキンね。仮説を提示したのだよ。物理学者お得意のな。それで私は誰に刺されたの？もしかしてあんた。俺が駆けつけた時にはすでにお前は血まみれで倒れていた。わからないな。なんで私が幻でとはいえ殺されなくちゃいけないのよ。恨みでもあるの？全くない。その時点では俺とお前は一度だけ話したことがある程度のただの通りすがりの他人だった。とにかく接点などほとんどなかった。ゆえに俺はお前の死体を見た後119番に通報することなくその場を後にしたのだ。白状者。
何を望んでいる？過去に戻ってお前の死体を丁重に扱えと？そのためには電話レンジカッコ彼を使えるようにしなければな。もういいわ。今後そんな幻見ないで。他人の夢の中とはいえ、自分が殺されてると思ったらいい気分はしない。保証はできないな。それを実行するためには24時間完璧に俺の脳内を監視しなければなるまい。本当にあんたって、ああ言えばこう言うわね。俺の話は終わっていない。喧嘩売ってるだろ。別れのシーンを台無しにしたお返しだ。クリスティーナ、己の軽率な行動を恨むのだな。はいはい、わかりました。で、何を？ IBN5100 の件だ。件だとか言われても知らないわよ。何なの？いや、知らないのならばいい。サラブだ。もう二度と会うこともないだろう。言いかけたままやめないで。気持ち悪いでしょ。IBN5000 何？ IBN5100、1975年発売のレトロ PC だ。今探している。ん、何に使うつもり？気になるか？気になるのだな。少しだけよ。ならば答えよう。 IBN5100 はセルンの秘密につながっている。セルンって、あのセルン？いかにも。そして我がラボが総力を挙げて調べたところによれば、セルンはタイムトラベルについて研究している痕跡がある。聞いて損した。Thank you.
シャイニングフィンガー、始圧し、聞こえていないのか、ルレ。ほーインキョーマン、マッドサイエンティストだ。ルレだっけ。貴様、人の顔も覚えられないのか。IBN5100 を探すという協力関係にあるにもかかわらず、このありさまとはな。岡部君。俺は方院だ。まさに奇遇だな。お前もパーツショップを探して回っていたのか。